人生の品質向上委員会第10回、えー、始めていきたいと思いますはいえ私はすけさん1984と申しますはい、えー、D マゴットですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえこのポッドキャストはですね人生の品質を <laughs> 向上させていくっていう目的でやってますはいまあ人生が豊かになるんじゃないかっていうことですね聞いてるとそうっすね じゃあいつものようにハッシュタグの説明をしたいんですけれどもハッシュタグは「#iqol」ですはい公式サイトはスクラップボックス .io スラッシュ iqol ですはいえ説明文のところにも、えー、今回の小ノートのリンク貼っとくんで、えー、そちらも見ていただければなと思いますはいじゃあ恒例のお便りコーナーいきますか恒例のね恒例のいきましょう、はい、前回ほぼお便りコーナーナで あの時間を使い,かし使い使つかつ時間を使いきってしまうというあの事件がありましたけども、はい、今回はそれから2日しか経ってないんで,日そうです3日かな、はい、前回の収録から3日しか経ってないんで、まあ、今回はそんなにないかなって思います、はい、じゃあ真琴さんお願いしますはいえー、いつお便りいただいてますおはいじゃあ えーとセルフお便よりというポッドキャスト界に激震が走る斬新なアイディアということですね。なるほど。まあ前回これは、前回の第9回の話ですよね。はい、そうですね。まあ、あんまり意識してなかったんですけどね。大体が、なんだかんだ我々の。<laughs> 結果的にはい。そうなってしまいましたね。はい、4割ぐらいですかね。4割くらいを。<laughs> うん、そうでしたね。あんまり意識はしてなかったんですけども。はい まあないんですかね、ポッドキャスト界に激進ってことなんで。まあないのかもしれですね。そうですね。うん。まあ僕らも意図してなかったですけど、結果的に良かったってことですかね。結果的に、うん、考えてみれば。<laughs> 素晴らしいアイデアが生まれたんで。そうですね、今回、今後も少ない時はガンガン行こうかなっていう感じですかね、僕ら、自分ではい。そうですね。今回はお便りこれだけですかね。うん、こんだけですね。ちょっと今見てみますか、一応。ひょっとしたら来てるかもしれないんで。はい <laughs> どれどれなさそうな,ないですね,ですかねなさそうです、ね、ないですねはい。前澤さんの百万円当たりました百万円ね当たってないですねあーそうすか僕も当たらなかったですよねあのなんか他にもすけさんツイートしてたじゃないですかなんか結構前澤さんだけじゃなくてなんかそれに便乗っていうか似てようなあーはいはいはいまあちょっと言ってしまえばなんていうか怪しい感じの <laughs> 2>, 2つぐらい行きましたけどねそれも当選でいが来てないと多分ねまだ締め切れき来てないああそるぞそっちはなるほど、うん、じゃあこれから期待ですねそうですね楽しみにしてますなるほどで今回、うん、なんと記念すべき10回目っすね素晴らしいいやーまさか10回も続くとは思わなかったですけど <laughs> なんか調べたところによると大体はそんな10回なんて全然いかずに終わるっていう噂だったんで、はい もう我々は10回行ってるってことはこれ相当すごいってことですよねいやそうですねこの調子で20304050とそうですねやっていければ、ね、このペースでいけばすぐですねそうですねガンガンやっていきたいなと思いますいや、楽しみだな楽しみですねはい視聴者もちょっとずつ増えてるのか増えてないのかはい、まあ、分かんないんですけどもまあ、続けていけばねおのずと増えていくと僕は信じてるんで <laughs> そうですねいつかね増えていくでしょうはい。はい、はい じゃあ今日のテーマにもう今日はいきなりテーマの方に入っていきたいなと思います。はい。今日は、えー、年末第あれ何回でしたっけ？八？八八かな？8かね、はい。八に振り返りをしてしたんですよね。年末というか今年というか去年ですね。二千十八年の振り返りをしてその時に二千十九年どういう年にしようかというのの一環でじゃあ百個 やりたいことを変えてみようと2019年にやりたいことを変えてみようということで、はいえー、僕と真とさんで100個ずつ変えてきたので、まあ、それの紹介をしつつツッコミを入れつつ、はい、あのその話をしていきたいなと思います、まあ、なんでそれをい入れたんかとかそういう理由も入れつつですかね、はい、でこれ結構ねもうすでにまだあれですけど100公開してないんですけど結構あのラジオ聞いてなんか僕も。 作ってみよう、言って、やってる人いますね。結構いますよね。うん。何人くらいだろう、三四人くらいいますよね。そうですね、四人、そう、三四人ぐらいは、作ってみたって言って。まあ、百いくってなかなか難しいみたいですけど。それこそ十と,と,とか、二十とか、三十とか。はい。ミクシーでね、みんな公開しますけど。素晴らしいミクシー。<laughs> そうですね、ミクシーもちょっとずつ、ユーザー増えてますね、僕らの周りでは。増えてますね。うん やっぱこれまさにその自分のプライベートな100リストを公開するっていう場としてミクシーは最高だと思いますね。確かに。Twitter とかだとまあちょっと公開範囲が広くなっちゃったりして、逆に Facebook だとなんだこいつってなっちゃうし。<laughs> 確かに。<laughs> ちょうどミクシーがいいっていう。確かにそうですね。はい、で僕は全部行こうと思ってます今回。ちょっと待ってよ。全部い晒せれると思うんで、僕は全部公開できればなと思います。 真帆、はい、さんは一部伏せる感じですかねそうですねちょっと固有名詞とかはまあそうですね伏せる感じで公開しようかなとそうですね、はい、まあそれちょっと片目で見ながら聞いてもらえればなと思いますはいどう,どうやってきますどうしましょう僕はまず助さんのを見て気になったやつをちょいちょい突っ込んでいくっていう感じですかね交互にいきますあーいいっすね交互にそしたらちょっと真帆さんのやつも開きながら僕のやつも開いてはい じゃあ順番にいきましょうか。じゃあまず真スさんがツッコミれる感じではい。なんかあります逆に。まず何の、はい、なんていうかなどういうふうに作っていきたかというかなんか大きくテーマがあってみたいな <laughs> とか大きくテーマなんか今年はこの3つ頑張ろうと思うみたいなのがあってそこからこう出していったのか<ー>もう本当に1から順番に100個あげたのか。僕はもうそんな 考えずにとりあえず100作るかっつってジャンルとか考えずにバッと並べてきましたねなるほどなるほどまあでも結局考えてみるとやっぱ自分格闘技系の方が多いなとか思って、はい、格闘技なまあこれもあるかなみたいな感じではい、はい、数増やしていきましたねなるほどなるほどあの僕結構僕あの70くらい詰まって大変だったんですけどうん、うん、すスさんどうでした僕はね結構まあ前回も言ったんですけどサクッといきましたね あのスケさんの最初に作った何年前か忘れましたけど、はいはい、その100リストに比べてスケさんの水増し感が少ないんですよね。うん、<laughs> そうっすよね。<laughs> 前回は 1, 前 1>, 1月に自炊何回数る2月に何回数るみたいな12個くらい水増ししましたけどそそうう今回そういうのがほとんどなくてすげえなって思いました。いやそう2015年に1回作った時と比べてもなんかこう湯水のように出てきましたね今回は。お<ー>うんまあ その時書いたやつがまだできてなかったっていうだけなんかもしれないですけどね。なるほど。単純に。ほとんどそれが残り、残ってたっていうので。じゃあ、あでもそれを見,て見ながらやってないんでね。じゃあ、こう見比べてみると、うん、そうなんていうか、まだ残ってるやつは結構ある可能性があるってことですかあり得るでしょうね、多分おう。うん。ちょっと、み、み、横にも並べてみようかな。これ公式サイトに書いてましたっけいや、書いたはずっすね、確か。スケさんの初代100リスト。 代100リストと。結構あるんじゃないかなああ、でも意外に、意外にないっすね。なるほど。五徳を買うぐらいっすね。残ってんの。<laughs> えー、<laughs> じゃあ、大体いいもう交代っていうか、違うやすになったってことですね。うん、結構、変わってるかも。すごい。海外旅行に行くとかはなんか、ありますけど、なんかちょっとテイストが違うというか。はい。まあなんか、雰囲気もちょっと変わってるかもしんないですね。テイストというか。雰囲気。ああ。うん なるほどこれを成長と捉えるのか対価と捉えるのかっていうこともあ,りあるんですけど、はい、じゃあまあなんで僕は結構サクサク,サク出てきたかなっていうんかもしんないですねお<ー>逆に言うといろんなことやりたいっていうのが欲、はい、まみれになっていって<よく笑> <laughs> それこそまだ足りてないなっていうあの「樽を知る」じゃないですけど、はい、足,り足りてないことを知るというか <laughs> っていうんで、はい、いろいろ。 出てきてきもうだって今108までいってますからねなんかどんどん100超えてますよね <laughs> そんな煩悩の数みたいになってるんでそれこそこん <laughs> な感じですねじゃあツッコミを入れていきますか、はい、じゃあ僕がツッコむ感じで大丈夫ですか最初ははいじゃあま最後の1なんですけどはい1番まあこのカグルって何かっていうのが聞きたいなっていうああなるほど、はい、カグルっていうのは、はい、僕もそんなちゃんと説明できるのかわかんないんですけど はい、なんか、まあ、機械学習のコンテストみたいなやつなんですよ。ほ<う>あの企業がデータを提供してくれて、はい、その例えばショッピングの誰が何を買ったとかそういうデータですねほ<う>を、まあ、提供してくれるんですよ。でその買った人のステータスとか住んでる場所とか例えばですけどっていうのが、まあ、こういろいろ、まあ、個人情報とか多分別のものに書き換えられてるんですけど、はいまあ、そういう。 情報を、えっ、ー、と、提供してくれる会社がいて、で、はい、そこの人がコンテストをして、なんだろう、どういう人がどういうものを買ってるかっていうのを予測しなさいみたいな、例えば、うそういうコンテストをするんですね。で、それの正解率で、まあ、競争するみたいなコンテストで、まあ、実際それは企業が出してほしいモデルというか、その、 この人が何を買うんだろうかっていう予測を例えばその EC サイトとかでやりたかった時に、まあ、その適切な予測ができるというか推測ができるようなものを、まあ、みんなに作ってもらって有効に使うっていうようなコンテストを、まあ、主催してくれるっていうようなのが、まあ、できるプラットフォームみたいなものですね。カグルおなんかビッグデデーータタかかかららすごい膨大な,んかなんだろうその傾向とかを 出すすすみたいなそそうですそうでで<あの> <laughs> チュートリアルで「タイタニック」の乗客の問題っていうのがあの出されていてそれがすごい分かりやすいんですけど乗客がどこのシート A 席なのか S 席なのかみたいなのとかあとはどこから乗り込んできたかとか、まあ、それこそ性別がどんなんで1人で来た乗ったのか家族で乗ったのかとかっていうなんかいろんな特徴を持った。 で、その人が、えっ、ー、と、まあ、なんていうか、生き残ったか、亡くなってしまったかっていうデータがあって、で、それをもとに、えっ、ー、と、じゃあ、この100人が実際、生き残ったのか、まあ、亡くなってしまったのかっていうのを予測しなさいみたいな、そういう問題が、まあ、これはまあチュートリアルで公開されてて、ほ<ー>そういうのを、まあ、やってることで、あの、なんだろその、機械学習の、まあ、手法を をどういうものを使ったらいいかとか、まあ、そういうのを勉強したりとか、まあ、自分の実績をアピールするっていうので利用されてますね。なるほど。よくわかりました。です。なんで、これをちょっとやって、僕も機械学習ちゃんとやりたいなと思ってるんで、はい、ここに参加して。で、なんかメダルって呼ばれるものがあるらしいんですよね。はい。その金メダル、銀メダル、銅メダルみたいな。そのコンテストごとに何人、何位以内のスコアを出したら、まあ、なんか。 メダルがもらえるみたいな、はい、があって、まあ、そのメダルが結構実績として評価されてたりするでなんかこうグランドマスターみたいな称号とかあったりし,してなるほどそれはなんか世界に何人しかいないとかそういう感じで、まあ、世界中の人と一緒にやるんですけど<ー>でその世界中の人がどういう計算をしたかとかそういうの公開してくれてたりもするんですよねはい実際僕はこの手法でやってみましたとかでこういうスコアが出ましたみたいなのを 公開してくれてたりするんで、まあ、それを見るだけでも結構勉強になるって言われてるんですけど、はい、それをまあやってみたいなっていうのが今年1つ目ですねなるほどまあわよくばメダルを取れればなと思いますけど、まあ、多分そこまでではいいかないんで結構参加者多くてやっぱメダルを取るにも相当なんていうか腕前がいるっていうか難しいってことなでござだと思いますねなんかでもそれでも3ヶ月でメダル取ったとかそういう人もいたりするんで、えー、うまくやればその辺もできるんかなっていう感じですかね なるほど助さんに才能があれば取ればそうですね,ですね結構特徴っていう特徴量っていうんですけどそのなんて言うんですか、まあ、性別とか、あのー、さっきで言うその年齢とかっていうのを一個一個その人を特徴付けるその特徴量っていう言うんですけど特徴をどう見極めるかみたいなのが結構勝負を分けてたりしててこの情報はゴミデータやからゴ,ムゴミ特徴やから。 取り除くとか,なんか間違った情報だっていうのを判断してでそれをこう取り除いたりとかなんかそういうことをやらないといけなくてなんか実際コードを書くだけじゃなくてなんかそういうデータを見極めるみたいなのが結構大事になってきたりするらしくてそのん結構センスがいるなっていう感じはありますねその見極めはそのおのおのの人がおのおののセンスっていうかでやるってことすそうですうなんかいろいろチートとかもできたりして、はい、なんかこういうクイズを出してるから 多分こういう意図のデータが提供されてるんだろうっていう何て言うんですかその意図をその出題者の意図を見抜いてモデル構築したりとか、まあ、そういうちょっとチートっぽい実際のデータだけ見てるんじゃなくてどういう背景があるだろうみたいなのを予測してやるみたいなのとか,、まあ、なかそういう技があったりとか何かいろいろあるみたいですねそれ国語の試験みたいですね <laughs> うんそう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 現代文の 出題者の意図をこう <laughs>、みたいな感じらしいです。<laughs> まあでも僕もタイタニック全く歯が立たなかったんで、はい、チュートリアルのに。はい。まあちょっと先は長いなって感じですね。なるほど。それをまあ、ゆっくりやっていくと。そうですね。まあそれをちょっとや,やりたいなーっていうのが一つ目。うん、おう。わかりました。うん。はい。じゃあ僕の方からいきますか。これでもあれっすね、一個一個言ったらとんでもない時間がかりそうっすね。確かに。まあでし、<laughs> 時間と相談室 <laughs> いけるところできますかっすえっ、ー、とじゃあ僕ちょっと格闘技のところははいちょっと分からないんですけどはい8番いってみますか8ちょっと一番分かりやすそうなあの面白そうなんではい格闘技でお金をもらうっていうのがあるんですけどはい、はい、これはどういうこれまあ僕の夢なんですよね趣味でお金もらえたら最高じゃないですか、うん、そうっすね しかも格闘技長くやってるんでしかもお金をもらえるっていうことは、うん、それなりに僕の技術が認められたっていうことだと思うんでそんな試合まあ方法は何でもいいですお金をもらうまあんん、うん、何でもいいんですけどまあそれであのお金もらえたら一つのまあそんな金額はぶっちゃけ高くなくても少しだけでいいんですけど、うん、まあ記念としてそのお金もらえて自分の技術が一定に達したなーって思えることがあればいいなーっていうところですね、うん なるほど。はい、これって、例えば、どんな手段があるんですか例えば、なんか、クラスを教えて、クラスで、僕が知っている技術を教えて、うん、お金をもらうとか、うんうんうん。とかかな。先生。先生ですね、まさに。うん。ファイトマネーとかもあり得るんですか、ね、ファイトマネーあり得なくはないですけど、まあ、多分ないと思いますね。じゃあ、先生っていうのが一番近そう。近そうですね。他どんなあるんですかねどうだろうな。 まあ多分僕レベルではあんまないから、ソフト当上になれば、めちゃくちゃ上になれば、DVD を出すとかありますけどね。うん、なるほど、なるほど。はい、そ,そうだ、そのこのポッドキャストで何回も出てるゴードン・ライアンですけど、あの公式ホームページに後で僕が詳しくゴードン・ライアンのこと書いておきますけど、でその世界一強い彼は1時間プライベートレッスンですけど、まあ、1対1で教えて500ドルらしいです。うんうん 1>, 1時間5万円まあそうっすね1時間5万円、えー、1時間で5万円はい意外と安いっすねなんか <laughs> <laughs> いや分かんないっすけど意外と安いって思いましたいや意外と安いなって思いましたけどねほう世界一っすよね世界一っす安くないっすかなんかへなんか記念にちょっとやってもらおうかなって思ってもやれるレベルっすよね <laughs> 確かに じゃあ逆になんかそういう1対1のプライベートレッスンでお金どんだけかかるとか知ってますなんか思いつくのあります他のグラップリング以外で。えっと、なんかチェロとかのマスタークラスとかははい、いくらぐらいかかるのかななんかマスタークラスってありますよね音楽の。いや、よくわかんないです。なんかね、その有名な人がはいその教えてくれるっていうのがあるんですよね。ほうこれでいくらぐらいするのかなちょっと調べてみよう。大体でもレッスンがはい 30分5000円とかでしたね、僕が受けてたやつ。じゃあ1時間で。1万円とか。なるほど。なんで、なんか、世界一って考えたら、<laughs> まあ、チェロの世界だと、なんか、ヨーヨーマとか、<laughs> はいなんか、有名ですけど、ヨーヨーマになられて5万円かって思ったら、なんかちょっとやってみようかなっていう気もしたりとか。だそれとすると、ちょっとやっぱグラッピング業界は、まだマイナーっていうか。 チロと比べたらやっぱ間違いなく分、ね、かんで、ね。ストロポービッチとかってどれぐらい取ってたんああ、今ちょっとパッと調べた人だと、はい、60分レッスンで2万3千円,円とか書いてます。<ー>まあでも大体オーダーはそんな変わんないのかもしれないですね。なるほど。他どんなあるんですかねグラップリング以外というか、そのね、レッスンで。なんだろうな。スケさんが受けてみたいプライベートレッスンとかありますああ、料理。 じゃあ土井さんにちょっと書いてるね <laughs> <え>土井さんにプライベートレッスン頼んだらどんくらいかかるんですかね <laughs> えっとね僕土井さんの料理教室に行くっていうのが、はい、僕の56番の目標なんですけど、はい、土井さんね料理教室やってるんですよけど1対1じゃないですよね1一対1じゃないですどんくらいのこれはどれくらい<え>その第6期のやつで20名で前後回で4万円がだとしたら結構 お得じゃないですか結構1回にしても長いと思うんですよね、料理だと思うんで。うん。1>, 1時間じゃ終わんないですよね、絶対。終わんないです。それが4回。5回,5回。5回。五回で4万円。なるほど。まあ、集団20人、二十人ですね、うん。全然ありっすね。ありっすね。行きたいっすね。佐々木は。行ったらいいと思いますね。<laughs> <laughs> <laughs> 行きたいな刺しでレッスンゲームとかもちょっといいっすよね。刺し しどうなんすかね結構格闘技って技術が全部動画、うん、YouTube に上がってるんで、うん、この対面で技術を習うってどういう要さがあるのかなって結構自分の見てここは悪いよとか言ってくれるんですかねでも格闘技とかめちゃくちゃありそうですけどねないですかね格闘技はどうだろうな結構 YouTube とかもうどんな技術でも上がってるんでうん,うーんまあどうなんすかね やっぱりこうまあ料理とかはどうなのかなわかんないですけど、まあ、僕がチェロをずっとレッスン受けてたんで、はい、先,先回の,あのポッドキャストでもちょっと話しましたけどチェロのレッスンは個別で習わないと結構難しかったんじゃないかなって感じはしましたけどね。ほ<う>まあなんか弓の持ち方とかはい、はい、その力の入れ具合とかって結構その。 自分がどうなってるかってなかなか分かんないんですよね。あ<ー>なんかどこに力が入ってるよとかっていうのが言われないと分からないんでそので自分ではうまくやれてるつもりなんですけどちょっと肩に力入ってるとか,かその見てもらって一個一個こう指摘してもらってでしかも知らないことであればどういうふうにやるとかっていうのをちゃんとこう上からこうちょっと位置ずらされたりとかそういうのやってもらわないとちょっと難しかったかなっていうので。はいうん まあなんかチェロのレッスンとか、動画見てても結構難しいのかなっていう<ー>ふうには思いましたけどね。じゃあ多分格闘技のそのプライベートレッスンもそんな感じかもしれないですね。うん。いつか、どうだろうな。僕もチャンスあれば行きたいな。プライベートレッスン。ですね、レッスンに行くってちょっと入れておきましょうよ。<laughs> レッスン。そうっすね。レッスン受ける。海外の好きな人から受けてみたいな。海外の有名グラップラーとスパーをするっていうのもあるじゃないですか。はい。 ここれはンライアンってことでい, <laughs> いや、<laughs> もう <laughs> ゴードンライアンは、じゃなくてもいいです。違う人でもいいです。僕は知ってる、あ、あの人だ、みたいな。えーま、たまに日本に来たりするんで、たまに。なんかそこに紛れ込めたら、えー、こうチャンスあるんじゃないかなとかも。へまごさんがいる、そのジムにも来たりするんですか <laughs> うん。海外の人は今まで来たことないっすね。でもちょいちょいプロの人は、まあそんな有名じゃないですけど、プロの人は練習たまに来て、 あのスパーしてもらうってことはたまにありますね。うん。そんなチャンスが来たらなと思ってます、ね、いや、いいですね。はい。アメリカのジムに行くとかも。はい。アメリカに行くってことですか、これは。アメリカ、そうっすね。行きたいっすね。うんうん。チャンスがあれば。面白いな。はい。結構技術習得系もなんかいろいろ5つぐらい。そう、山ほど書いてますね。はつ <laughs> <laughs>、5つどころじゃないな。 <え>えでも技術習得でなんとか習得するあでも上の方もそうなのか結構ちょいちょいありますね10個くらいあるかもうん <laughs> はい面白い。しろい習得はやっぱ難しいんですか動画見てそうですね動画見て実際やってみてそれが何ていうか体に馴染んで好きなように使えるまではちょっと時間がかかったりするんで、うん、なるほどやっぱ意識的にならなきゃあのうまく使えないっていうかうううんうん、うんっていう道のりがありますねなるほど、はい 木村っていうのは何なんですか木村っていうのは、ちょいちょい出てきますけど。あの、腕のサブミッション、腕の技、腕を決める技なんですけど、それが木村っていうんですけど、ねねあの、昔いたすごいあの強い柔道家で、確か木村正彦っていう柔道家がいて、その人が使ってたんですよね。なんで、木村って呼ばれて、海外では木村木村って呼ばれてて、えー、そ,その人が、 まあ由来力道山とか出てきました。あ、そうそう。その木村だと思います。木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのか。ああ、それ、なんか面白いらしいですけど、僕は読んでないですね。<laughs> これどういうことですかこれノーフィクション立った気がするんですよね。うーん。なんか面白いな。<あれ> <laughs> 木村正彦、すごい、すごい人なんですね。すごい人っす。あの、すごい昔に、あの、グレイシーと試合して、はい。そんで、あの、 確か勝ってるんですよね。<ー>はい、エリオ・グレイシー。あ、そうそうです。エリオ。で、確か、まあ、ウィキ情報によると、その柔道では腕絡みって言うんですけど、まあ、それを確かそこで見せて、あの、海外でその技が木村木村って呼ばれるようになって、<ー>それが由来らしいっすよ。なるほど。はい、木村の前に木村なく、木村の後に木村なし。らしいっすね。そんだけ強かった。木村と。たえられ。はい、すごいな。 木村ってなんか柔らみたいな <laughs> 漫画もあるんですね。そうっすね。その木村をマスターするってことですね。はい。その結構技の連携とか、その木村グリップって言われる形からいろいろ展開が多かったりするんで、んまあこれ習得したいなと思ってます、ね、いや、面白いな。はい、昭和の巌流島。<laughs> <laughs> ウィキスカイ。ウィキにありますね。はい、木村の最後、すごいな。 いつからいつの人なの戦後えー1917年から1993年戦後直後くらいに活躍した人です、うんそうみたいですねはいなんかテレビとかにもなってそうっすねああかもしれないです <laughs> なるほどそれが木村とはいじゃあ次僕いきますかお願いしますこの8なんですけどフィナンシャル <8? S 1> フィナンシャルプラ,、はい、プランナー二級をか習得する はいはい、これ結構3球飛ばして2球いったその心を知りたいですああんか2球いけるよって言われたんですよねほう、うん、そんな難しくないからみたいないそうそう1週間ぐらいでいけるよって言われたんで1週間 <laughs> あのいってみようかなっていけるんすかねわかんないですなんかその同級生なんですけど、はい、同級生の人がすごい資産管理とかすごいやっててはい まあその人が言うには FP はもう義務教育にした方がいいっていうぐらいすごい良かったと取ったらすごい良かったと言ってたんで<お>まあなんか僕も取ってみようかなっていうなるほど僕はとりあえず3級時間あれば行こうかなとか思ってるくらいですねあそうなんですね、はい、2>, 2級でいいんじゃないですか2級どうなのかなちょっと中身一切見てないんでなまだ何とも言えないですね <laughs> 僕もそうなんですよちょっと本屋でパラパラっと見てみたくらいなんで 合格率がどうなんだ f p 2級でどれぐらいなんだろう本当はこの3月だったかなに申し込もうと思ったんですけどあれよあれよという間に申し込み期限過ぎ去っていたんで、はい、あの次の時に60点満点36点以上ですね相対じゃないですね絶対評価なんですねなるほどいけるやろうとなんか結構調べたらなんかすげえ分かれてるじゃないですか2級ドンで終わりじゃなくて なんかわかりません <laughs> ああそう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 ,そうなんですよなんかいろいろあってなんなんやって感じなんですよね、はい、なんかよく分かんないんでまあ <laughs> 適当にちょっと学科と実技があるのかな学科実技らしいですねちょっとそこがよくま,よくまだ僕も分かってないですよねうん、うん、これはじゃあ僕はえー、っと2019年はまたいつですかね2級 2>、はい、試験日、はい、試験日って見ると2019年5月はもう 応募終わってるんで、はい、次9月ですね、はい、9月に受けようと思いますおお間違いなく受けます間違いなく受けます<ー>い <laughs> じゃあ覚えておきますねお願いします、はい、これまたあの報告するんで夏あたりに申し込みましたって聞くんでそうですね、はい、あの申し込みは申請書し申請書請求期間が6月3日から7月16日みたいですね、はい、なんでそこで 間違いなく応募して、応募してとか資料請求して、はい、申し込みます、はい。なるほど。楽しみにしてます。今年は取りますよ、これを。楽しみ。皆さん、ちょっと一緒に受けましょう。そうですね。受ける方、いたら。なんか、調べたら合格率50%もいってないらしいんで。なるほど。まあちょっと、舐めてかかったら、これい<や>、落ちそうな気はしますけどね。舐めないです。<laughs> 僕は、あの、試験は舐めないんで。はい。あの運転免許も あれ合格率8割超えてますよね。もっとかな。結構いってるはずですか。かなり高いですよね。はい、僕あれ落ちてるんでね。<laughs> あれなんか前も話してましたっけ仮面でしたっけいや、忘れましたけど。仮面、それとも本,<の>本試験ですかああそれで言うと、あの、あれです。免許センターで受けるやつです。<ー>学科試験。確か僕の記憶だと、なんか試験終わった後、 なんかモニターにパッと番号が出されて「そそそうううはいこの人が合格でそれ以外は帰ってください」みたいなそう電光掲示板にですよねあの寂しい感じを覚えてますで一応その落ちた人の点数開示みたいなのもあるんですよねはいあなたは何点でしたみたいなやつはいで僕は落ちて88点でしたねあれ確か合格何点でしたっけ90点90点だからあの間違い探しというか状況判断みたいなやつあるじゃないですかはい あれが似てんじゃないですか、確か。おちょっと忘れました。あれを、はい、あれを落としてね、一 <laughs> 個。えー、失意の元、<laughs> 半年ぐらいその後、受けなかったですよ。マジっすか <laughs> 失意の中。で、91点でした。もう一回受けたら、危なと思って。<laughs> 危なかったなちなみに、その話で言うと、ネットですごいいいサイトが確かあって、なんか問題が山ほど載ってるような。うん、運転免許にそうっすね。その、筆記試験の。えー それを山ほど解けばあの落ちないはず。なはずなんですけどね。ちゃんと勉強しました <laughs> いや、一応教科書読んだんですけどね。読んだだけ。過去問とかも一応やったんかな。<laughs> 結構やったと思うんですけどね。ませんもうあれはもうなんていうか、もうパターンを覚えるっていうか、<ー>センター試験と同じで、確かに。対策だと思うんで。確かにな。僕も結構得意やと思ってたんですけどね、<laughs> 試験。ですよね。ええー ちょっとスケさん、一度、一度ちる癖がついてるんじゃないですか、もしかして。<laughs> <laughs> 確かになぁ。だ運転免許で言うと、もうかなり落ちましたから。え、かなりってどういうことですかあの、仮面2回落ちて。<laughs> それやばい。<laughs> それ初めて聞いた免に。仮面2回落ちて、あの、その後の、あるじゃないですか、本試験というか、なんか。はい、え、それこそ、自治くん。えあの、本試験って、最後の。運転の。はいはい。 運転の最後仮免があったあとんかあるじゃないですか免許その免許センター行く前に実技というああ<ー>実際運転してうんぬんってやつですかあそうですあれも一回落ちたん<笑><笑>なんで落ちたんですか <laughs> ちなみにそれはそれはあのあれですあの駐車はいあの駐車あるじゃないですか最後止めるってことですよね道の端にそうです道の端じゃなくてあの試験場というか免許 免許センターじゃなくて、教,教習所戻ってきた後に、はい、あのなんかに、なんか、なんていうの、後ろからこうバックして止めるみたいなやつ。はい、ああ、それあったかないや、あったのかないや、覚えいあったんですよあの。免許、そのね、教習所戻ってきて、止めるときにあの、ポールに思いっきりぶつかって、<laughs> <laughs> ハイアウトって言われてた<ー>。<laughs> なるほど。 いやーひどかったな。仮面2回落ちたのは、1回目は坂道発進しようとしたときに、後ろにこう、ずるずるずるといったときに、ブレーキ踏まれて、はいはい、踏む早すぎヒント俺思ったんですけど、<laughs> あのそれアウトって言われて。ああ、オートマ限定じゃないですか。あれミッションっすね。あそっちで取ったんすね。いや、そうっすよ。もう大変でした、あれ。なるほど。坂道発進結構大変なんですよ。そう、マニュアル。そう言われてますね。 ね、それでもうブンって <laughs> 僕はもうオートマー限定なんで <laughs> ブ,レブレーキ踏んでるだけで OK っていう <laughs> いやそうっすよね、はい、いや面白かったっすけどね運転免許もだから僕はあの何回落ちても大丈夫っていうプランだったんで、はい、気にせずなるほどゆっくりやりましたけど、はい、まあちょっと FP29 も何回も落ちたらお金が飛んじゃうんででも僕試験は結構得意な方のはずです、ね <laughs> 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 正直今までの話聞いてると、ちょっとその言葉に不安しか思えないです <laughs>。<laughs> でも僕、便利試験は1回で 1> 便利試験。難易度高いやつ、はい、あれ何とかあったっすよ。なるほど。あれ何とかあったっすよ。ですよね。確か。うん、かなり難しかったんで、はい、かなり本気でやりましたけど、でも、浪人も1回してるんでね。ですよね。まあ、油断するとすぐ行かれてしまうっていうい、ねはい。ちょっと今回も油断しないで一発合格を期待してるんで。 そうですね。はい。やっていきたいなと思います。うん、楽しみにしてます。はい。受けます ?FP。いやー、ちょっとまあ、3九でいいかなとか。いや、でも違う試験もなんか受けようと思ってるんで。なるほど。まあ、後で書いてましたけど、僕のそれもリストにちょいちょい入ってるんですけど。四角ケースか。はい。それちょっと行ってみますか。どこだろう。ええどこだえ下の方かなあった。84とか、89とか。ファイリングデザイナー。これ、むっちゃちょろい。なんすかちょろい検定っていうか、四角らしいっすよ。 <laughs> なんか文章とかをまとめてなんだろうテキストファイルとかワードファイルとか,なんかそういうのも含めてそういう文章のデータをうまくまとめるみたいな試験らしくてマジクソちょろいらしくて <laughs> 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 僕ちょろいちょろい試験コレクターなんで <laughs> しかもこの資格はいいのはあの好きな時にあの近くの会場で受けれるんですよ。 なので FP みたいに年2回ドンじゃなくて、はい、365日あの、まあ、その試験場が空いてればいずれも行けるみたいなのがまた楽っていう,うちょろい資格取る意味っていうのはかかあるんですかまあ一番はあの会社でこの資格を取りますみたいな宣言してでそれが実際その1年間で取れれば人事評価が上がるみたいなほんの少しだけちょびっと。<laughs> それなんでやってんすか会社はわかんないっす <laughs> んですなんで何でもいいんですよね資格であればでも一応会社から言われてんのは仕事に関係あるやつって言われてますねはい、はい、ファイリングデザイナーは関係あるんですかまあ多分あると思いますなんかファイル文章をまとめたりとかは比較的関連性はまだある方だと思ってるんでさすがにアロマ検定とかは突っ張りられると思いますけど <laughs> <laughs> シニアライフカウンセラーもそうですかそれはまた別ですね 実家帰って新聞めくってたらなんか新聞の下にこう広告が載ってて、はい、シニアライフカウンセラーみたいななんか面白そうだなみたいななんかなんだろう相続とか老後の相続とか老後の老人ホームとかなんかそういう話のがあの知識は得られるこうなんか受講,受講して実際にしかも受講っつってもオンラインで動画、うん で受講もできるらしいんで,はい、はい、でその後テストを受けて合格みたいな、うん、えこれは資格ではないんですか一応資格らしいですね資格です、えー、あじゃあこれも申し込んで査定が上がるとそうですねまあこれは会社とは関係ないですけど完全に面白そうだなって思ったからやってみてもいいかなうん、うん、まあその今言ったような相続とか老後とか絶対第二でも降りかかってくる問題だと思うんで、はい、これ今の時代特に越したことないなと思ったんで確かに なんか、就活って言われますもんね、なんかね。ね最近。はい。まあ、自分の話だけじゃなくてね、あの自分の家族とかも絶対降りかかってくる話なんで、うん、確かに。やっておくといいんじゃないかなって思って、リストに僕入れておきました。なるほど。はい。いいですね。それも、あの、公式サイトに貼っときますわ、URL。お願いします。はい。系で言うと、僕も、一個、一個というか、勉強のとこで。ここにありましたっけ えっとね、これです、オンライン、あの104番ですね。ああ、はい。あの、オンライン学習サービスを利用してサーティフィケーションを得るっていう、はい。のがあって、はい、まあ、コーセラっていうのがあるんですよね。知ってますいや、知らないです。コーセラっていう、あのー、なんか、いろんな大学が、海外の大学とかも含めですけど、<う>いろんな大学が、こう、いろんな講義をしてくれる、はい。オンラインで。<う>で、実際その、 無料なんですけど、無料で全部の授業を受けれるんですけど、はい、お金払うと、うん、そのサーティフィケーション出してくれるんですよ。要は、公式にの、あなたは合格しましたみたいなやつを。はい、で、それが、こう、なんか、リンクティ d とかに貼れたりとかするらしいんですよね。<う>それはすごい面白いなと思って。で、なんか、学位取れたりするんですよね。それで、オンライン、完全にオンラインで、<う>あの、この大学の学位とか取れたり。 まあそれは結構お金かかるみたいですけどコロンビア大学とか、はい、例えばまあなんかそういうのがあるらしくてなんで僕も一個まあそれこそマシンラーニングちゃんとやりたいなと思ってて、はい、マシンラーニングの結構有名な先生の講義があって<ー>それ僕あのお金払って8900円とかでしたっけね<ー>払,払ったんですけど、はい、先週というか今週はいでそれをちょっと受けていこうかなっていうでまあ最後認定もらって認定受けたやつをリンクトゥインに 貼り付けるとなるほど。いうのやりたいなっていうのがこれですね。そのコースラっていうのはエンジニア界ではなんていうか、ちゃんと評価されてるもんなんですか結構有名みたいですよ。えー、僕もあんまりよく知らないんですけど。なんか僕今まで結<構>ま周りで全然聞いたことなかったんで。なんかね、結構あの MOOC っていうのが MOOC っていうらしいんですよ。<う> MOOC っていうの えー、とマッシブオープン、マッシブオープン、なんだっけ、マッシブオープンオンラインコースの略で、はい、MUX って言えるんですけど、これがなんか結構いろいろあ,あるんですよね。<う>そのコーセラっていうのもそうですし、ユーデミーとかもそうだったかな、確か。<う>なんか結構いろいろある,あるらしいんですよね。なるほど。これはなんか最近、最近というかまあ単位取れたりとかするのは結構有名なんじゃないかな。えー 結構、そのエンジニアだけじゃなくて、いろんな、本当に哲学とかもあるんじゃないかな。マジっすか。ひょっとしたら、芸術人文哲学とかもありますね。いいっすねエン。エディンバー、エディンバー、エディンバーグ、エデ,ンエディンバラじゃないっすか。エディンバラでっすかね。ね違うかな、わかんないっす、ね、とか。ペンシルバニアの、はい、ギークアンドローマンミソロジーとか、ほ<う>イントロダクション・トゥ・フィロソフィーとかなんか結構、 面白いですね、えー、<laughs> こういうのを取って証明書をもらえるっていうのは結構面白いですよね。なるほどでなんか前第,6回第5回か大学次回何をしとけばよかったかみたいなんで、まあ、僕なんかもっと勉強しとけばよかったなみたいな話をしたんですけど、はい、なんかあるやんと思ってお<う>普通に勉強できるやんと思って、はい、まあこれやろうかなっていろいろ興味向くまま、はい、いろいろ勉強してみたいなって。なるほど 以降はそのマシンラーニングですけど、はい、まあなんか他にもこれ面白かったとかっていうのを教えてもらえると嬉しいですね。これ基本的に全部英語なんですか英語ですね。ただ、結構人気のやつとかは日本語字幕とかボランティアでつけてくれてて。ソンスケさんが貼ってるやつだと日本語って字幕ありますね。あ、そうなんですよ。はい、な,んすなんで、結構、まあ、英語じゃなくても受け入れたりするみたいですね。結構こういう専門性が高い授業とかって。 なんか知らん単語とかバンバン出てくると思うんで結構きつそうだなと思ったんですけどちゃんと字幕もあるということでそうでこの先生めちゃくちゃ教えるの上手いらしくて<う>そのマシンラーニング界隈では有名らしいんです、はい、ちょっと古いらしいんですけどはいあのコース自体はでもすごい教えるのが上手くてしかもスタンフォードで一番最先端の研究をやってるっていうんで、はい、なんかいいらしいですねなるほど これなんか結構こう授業が並んでますけどこれどうやったらあの終了っていうか認定されるんですかえっと結構厳密というかテストあるんですよ、えーで。しかもテストをちゃんと本人が受けてるかっていうのを結構厳密に見られるみたいで、えー、なんか写真ウェブカメラで写真今から撮りますみたいなやったりとか、はい、あとはそのタイピングの特徴その筆跡みたいな感じで、はい、その名前出されるんですよたまに。はい つけた紙とかって、はい、あ本名言っちゃったけど <laughs> <laughs> あの、入力させられるんですよ。はい、その特徴で、本人がちゃんと入力してるかとかをチェックして、で、テストを受けるっていう。<ー>でそのテスト自体は、まあ、その選択式だったりとか、実際、行動を書いて、その行動提出したりとか、結構なんか、ちゃんとしたテストを受けて、はい、で、あの、認定されるっていう感じですね。それ、これ、世界中の人がやってるってことですよね。そそうううでですすどうやってこの ボーダーに達してるか達してないかって裁くのか大変じゃないですかああ多分それは自動ですねえー、だからあまあなんか選択式であれば別にできるじゃないですか、はい、確かに、えー、コードもなんかその検証用のコード通して自分が書いたコードがちゃんとそのクリアするかとか<ー>多分そういうチェックをしてるんだと思いますねえその終了するためにはお金かかるんでしたっけさっき言ってましたけどどうでしたっけあそうですそうですあの認定証をもらうにはお金が必要おじゃあ無料認定 されないっったら無料で全部受け入れるって感じですじゃあ、つまり、この、全部講義を聞くだけなら、無料ってことですかそうです,そうです。もう素晴らしい。いや、素晴らしいよ。僕も哲学やろうかな。いや、いいと思いますよ。なんか。ちょっと僕も。僕、哲学はどれがいいんかわかんないですけど。<laughs> <laughs> 探してみます。なんか、世界の大学の。はい。受け入れるって、すごいなっと思って。はい、まあ、お金もそんな高くないっていうか、まあ、払う価値がありそうな、うん、払ってもいいような値段っぽいんで、 終了目指してやっても全然良さそうなそうそう,そうなんかねそれでもらえるったらなんか嬉しいじゃないですかす、ね、アチーブメントみたいな感じで、はい、確かになんでちょっとこれはやってみってまあでも哲学はぶっちゃけ役に立たねえなって思いましたそのエンジニア界ならこんなのやりました <laughs>、はい、こんなのやりましたってなべてまあ仕事に繋がるかもしれないですけど<ー>哲学やっても全然なんもねえなって今思いましたね、はい、まあでもそれこそねリベラルアート まあ自己満す、まあやっぱ、うん、サーティフィケーションが必要かどうかは別として、勉強にはなったら、それはそれでいいんじゃないですか、ね。そうですね。そんなね、別にお金につなげようなんてことがなくてもね、それはそれでいいということで。そうそう。なんで結構、まあなんか結構いっぱいあるんでね、はい、学べることは。おなるほど。で、なんか、最近というか、僕なんか結構やっぱり、受験もそうですけど、結構ちゃんと調べて、 どういう勉強したらいいかとかってやるじゃないですか。はい、あの、調査して。はい、どういう勉強したら一番最先、最早で、一番早く学習できるかみたいなのを結構ネットで調べたりとか知ったんですけど、はい、あまなんか最近の自分の仕事とか技術とかであんまそういう調べたりとかってやってなかったなっていうのがあって、はいまあ、多分そういうのっていっぱい転がってるはずなんで、そういうのを見て、まあ、この構成だとかもそうですけど、これ学ぶんやったらこれやったら一番早いでみたいなのを、 あの見つけていきたいなっっていうのの今今回今年の結構テーマやったりします、ね、なるほど。うん、やっぱり方法とか大事ですからね。勉強の方法とか。いやそうなんですよ。ちょっとこれは今回いいこと聞いたな、コーセラ。人生が豊かになるな、これは。<laughs> ぜひ。はい、それがいいことですかね。はい、あとは、結構ドラマ系はいっぱい見るみたいですね。僕ですか。はい。そうっすね。映画とかドラマドラマ見るんですか、めっちゃ。まあドラマ、やっぱアメコミのドラマとか好きで。うん。 そういうのは見てますね。よく。これ全部あれですかマーベルですかえセ、ー、80%くらいそうっすね。マーベルっすね。ははは。はう、マーベル。ああ、でも DC、もね、DC も混ざってるから。<れ> DC。DC って何の略すか ?DC コミックスっていう、あの、マーベルと対応なす二大編み込みの一つで、バットマンとか、なんか聞いたことある。バットマン、スーパーマンとか、アクアマンとか、ワンダーウーマンとかは DC ですね。ああ、そうなんだ。 アベンジャーズはどっちも混じってるんですかアベンジャーズはマーベルです。ーマーベルと DC が混じることは一切ないです。あ、ないんですね、はい。なんだろう、ジャバットマンってアベンジャーズに出てこないんです出てこないです。<laughs> ジャンプとサンデーみたいな感じですね。<laughs> なるほど。でも、あれっすか、やっぱりジャンプとサンデーみたいに、親会社は一緒やったりするんですかいや、違ったはずだと思いますけどね。<laughs> 確かあれっすよね。ジャンプとサンデー、小学館と講談社でしたっけえー、主営者っすね。 収益者と小学館でしたっけああ、はいはい。かなんか確か親会社一緒なんですよ。あ、そうでしたっけなんかそんなん聞いたことありますけど。えー、違ったかな。収益者、講談社同じ会社とか <laughs> <laughs> 出てきますけど。一橋、一、一つ橋グループ。本当だ。小学館と収益者を中核とする企業グループ。えー、そうそう。なんかご対立してそうに見えて。ああ<ー>。意外に同じ会社なんやって。DC とマーベルは違うはずです。<laughs> 僕もねアベンジャーズは結構途中まで見たんですけどね、はい、どこまで見たっけなんか一時期アベンジャーズ見ようと思って見てたんですよね、はい、ほんま数をすごいほんと数が多いっすよね <laughs> いやもう多いめっちゃ多いから、はい、その「アベンジャーズ見るなら」みたいなやつあるじゃないですか、はい、この順序で見ていけばいいよってやつで,、はい、そので「これは飛ばし」とかっていうのが書いてあったりとかしてて。はい でそれでも僕はちゃんと全部言おうと思って見てたんですけど、はい、確かね、アイアンマン3かぐらいまでは見たんですよね。結構、確<か>真ん中くらいですね。真ん中も行ってないかも。真ん中ぐらいまで行ったんですけど、<laughs> アベンジャーズ自体は1個目だけかな。はいはい、確か、うん。キャプテンアメリカ、ほんま弱いなって思ったんですけど、<laughs> <laughs> そうでしたっけそキャプテンアメリカ怒られるかもしれないですけど。<laughs> キャプテンアメリカ、アイズホんま縦投げるだけやんけって思ってたんですけど、<laughs> どうなんですかね。いや、まあちょっとそれは、どんどん進めていくと話が、というか印象が変わってくるかもしれないですね。あ,あ、ほんとっすか。はい、多分リーダー枠なんやろうなって思ってみたんですけどねそ。そうですねもう。キャプテンっすからね。キャプテン、まあ多分能力ないけど、そうすね。あの、みんなまとめるっていう役なんやろうなって、はい、勝手に思ってましたけどね。だって、 んもな、なんで人間じゃないですか、キャプテンアメリカは。まあ一応人間っすね。一応か、あの、なんかありますけど、はい、アヤマンはもう強いじゃないですか。はい。あんな、むちゃくちゃなボディー持って。はい、その、今年、エンドゲーム、アベンジャーズエンドゲームが公開されますけど、まあそれを完全に楽しむためには、はい、多分20作くらい全部見ないと、完全には楽しめないと思うんですよね。なるほど。そのすけさんは多分半分くらいだと思いますね。 いやー、結構見たんすけどね。インフィニティ・ォー見ました。インフィニティ・ォーもまだ、ね、見てない。多分ちゃんと新しいのまで見ないと、あれ、こいつ誰みたいな、<laughs> なりそうですね。<laughs> <laughs> いや、確かにな。見たいな、でも、アベンジャーズ見たいなって思って、そのインフィニティウォーを見たくて、見始めたんすよね。はい、ーあのインフィニティ・オーをあの映画館で見ようと思って、はい、見始めたものの、途中で諦めてしまって。<laughs> <laughs> <laughs> あのインフィニティ・ウォーも終わるっていうので、はい、次こそはやりたいですねちゃんとあの僕好きすぎて前作ブルーレイ持ってるんですごいな <laughs> インフィニティ・ウォーも買ってあるんでさ <laughs> すが、はい、ですそれでも見てないのがあるってことですかデッドプールってこの辺はまあ別に関係ないのかなあのマーベルでもいろんな種類の映画があってアベンジャーズとかはマーベル・シネマティック・ユニバースっていう通常 MCU っていう一連の同じ世界で行われてる 世界があって、で、X-Men 系は別なんですよ。その MCU に属してないんですよね。はい、は,いはい。なんで、X、X-Men の、あの、デッドプール2とか、ローガンとかは、また別の世界なんで、それは結構僕放置しちゃってて、昔から。それは消化しようっていうことですよね。なるほど。ベノムとかもまた違う。ベノムはまた独立してるはずです。あなるほど。っていうのが、今年の目標。<laughs> はい、なるほど。 僕、ダークナイトとかバットマンは結構好きですけどね。DC ですね、バットマン、はい。やっぱ僕、あの、ノーラン監督が結構好きなんで、ダークナイトはすごい良かったですね。やっぱ僕のその、ノーラン三部作のバットマンが、なんか良すぎて、うんうん、なんか僕の中でバットマンはもうあそこで終わってるんですよね。<laughs> あの、ベネチアで、<laughs> あの、カフェにいるところでも、僕はバットマン終わってて、それでさらに、あのジャスティスリーグとか見ました。 いや、あれもバットマンが出てくるんですけど、あれはまあ、はい、クリスチャン・ベールじゃなくて、ノーランとか関係なくて、またなんていうか新しいバットマンなんですけど、ちょっとそれ、ローラン3部作があるから、あんま見る気起きなくて。<laughs> 確かにな。<laughs> それで放置してましたね。はいはいはい、うん。え、ベネチアでって、あれ3、3、三作目の終わりでしたっけあれ、そうか。あのー、誰でしたっけおじいちゃん。 あんまネタバレになるから、まあ、でも結構経ってますよね、あれ。実は。結構経ちます僕、大学生の時見たんで、もう6年くらい前かな、ライジングも。ダークナイト、ライジングですよね。結構批判されましたね。やっぱでも、けど僕、あれ。そうですよね、ライジングは。もう結構面白かったですね。僕も好きでしたよ。2回見に行きましたね。マジっすか。めっちゃなかったけどな。なかった。 だそうですね。長かったか。あれ長かったっすね。めっちゃ。そうかもしれないっす。あまで、あ、もダークナイトの方が長かったか。二<ー>作目の方が。ビギニングはどうなんですかまああれも僕結構好きです。まあまあ好きっす。なるほどなるほど。まあそうです。これが、映画。はい、ブラックミラーもね、そうなんです。面白い。面白いです。僕まだちょっとしか。あの、スケさんに勧められたブラックミラーっていう、はい。あの、世にも奇妙な物語風のドラマっすよね。そそうそうそう,そうそうそう。近未来のなんかこう、ディストピアを。 描いいてるみたいな感じですかねまあそれがちょうどネットフリックスに全部あるらしいんで見ようっていうとこっすねなんか一気に見ると結構打ってなるって言われてますね <laughs> うってリビルドの人がリ <laughs> ビ,ビルドで、ね、僕も知ったんですけどリ、えー、ビ,ビルド FM で言ってましたまあ僕が今まで一気に見てるドラマって全部話が続いてるんで <laughs>、はい、次次次っていけたんですけどこのブラックミラーは1話完結なんで そ連続で見るのがどうもしかしたら、うん、いやなんか、はい、そのみ見終わった感じがなんかこうスッキ終わるのもあればえー、っていう感じで終わるのもあればなんかこう救われない感じで終わるやつを何回も見てるとなんかこうだんだん暗い気持ちになっていくみたいなことを言われてましたねはいもしかしたら「うっ」ってなるかも <laughs> <laughs> 今何分っすか1時間4分か、はい、結構やっぱこれ全部いこうと思うと <laughs> ますじゃあ、僕いいっすか突っ込んで。はい。ラス1。1> はい、このポッドキャストにも関わる結構重大なとこだと思うんですけど、はい、そのパトレオン構築っていうのがあって、<laughs> はい、<laughs> ここが最初僕一番、なんていうか、目についたとこでした、ね、なるほど。このポッドキャスト界でパトレオンって結構一般的なんですかなんかね、僕が知ってる限りでは、 ペイトレオンって呼ばれてますね。はい、なるほど。これはなんか僕も全然知らなかったんですけど、はい、リビルド FM の宮川さんとかも作ってたりとか、<ー>あとはその TCFM っていうチューリンコンプリート FM っていうこのなんか2つぐらいが僕がポッドキャストやってみようかなって思った技術系のポッドキャストなんですけど、はい、この2つの、えー、ペッポッドキャスト キャストトは,い、はペイトレオンやってますねーで僕も、えー、とリビルドは月1000円のやつ、はい、でなんだっけな ?TCFM の方は、えー、っといくらだっけなやってんすよね ?1 は1ドルのやつですね。<ー>やってますね。あとはもう一個 TCFM に出てる人がそのアメリカに行くっていうんでアメリカ行くのに 結構その研究で行くから研究生で行くからそのバイトとかできないらしいんですよねビザの関係で<う>でそのお金結構厳しいからそれちょっとサポートしてほしいっていうのを書いてたんで<ー>あじゃあサポートしてみようと思って月に2ドルのやつやってますねなるほどだからその3つ,その3つを僕はペイトレンで購読というかそのサブスクリプションしてる感じですね、はい、ちなみにその そのポッドキャストはなんかサブスクしたらなんか見返りみたいのあるんですかえっとリビルド FM は,その限,定は限定公開のエピソードが配信されるのとあとはローファイルのダウンロードができるローファイルああ生ファイルのダウンロードができるのとあとエピソードを Google トランスレーションじゃないが Google の なんかスクリプト API みたいなやつがあって、はいはい、それであの全文書き起こしたやつからエピソードの検索ができるっていうのが、なんか特典としてありますね。なるほど。あとは TCF の方は特典は特にないのかな<ー>多分、な感じです。なるほど。これが。はい、なんでまあ、一般的かどうかわかんないですけど、比較的あるかなって感じなるほど。 それでサブスクリプション20人って書いてあるんで、20人来るかな。いや、行きたいですね。あの月1ドルぐらいは。ね、なんか、くれても。月1ドルでも20人来れば20ドルあるわけですからね。やばいです。素晴らしい。2000円。素晴らしい。やばいです。これちょっと目標にして、まずちょっと作ってみようかなって思いますけど、これもね、セルフオタイルじゃないですけど、セルフサブスクリプション。 それじゃ、たぶん、ペイトレンの上に捉えて、実質マイナスだと思いますよ。<laughs> いやそうですね。それはたぶんそうですね。たぶん。まあでも、そうやってでも、ちょっと水増さないと、なんか20人っていうのはいかないですからね。そうですね。ねいや、でも楽しみだな。なんで、僕とマゴさんで、ね、2人でしょ。だからあと18人。<laughs> <laughs> なるほど。まあ一ルならね。はい 1> 月1ドルないやって思ってくれる人が結構いるかもしれないそう,そ,うそ,うそうですよ。それで、あのー、孫さんにマイク買って、<う>あの、渡さないと。<laughs> 待ってます。<laughs> いや、ほんとですよ。はい、なんでね、その結構、ポッドキャスト系はいろいろ書いてますね、僕も。そうですね。えっと、ポッドキャスト50回配信。50回か。いや、結構、これいけそうですね。いけそうですね、もうこの感じだと。えー、このペースでいけば。はい。 週に1回を守り続ければ、まあ、いけるんで、はい、50回行きたいですね。はい、あとは、スクラップボックスのページを1000ページに、ちょっともうちょっと充実させたいなと思ってて、公式。公式サイト。じゃあ、もりもりいろんなページ増やしていく感じですかそうです、そうです。あの、やっぱいろんな説明を見て、はい、あの、あのサイトを見てるだけでも結構面白いなっていう,う感じ、できるといいかなと思うんで、それを1000ページ作りたいのと、はい、あと、ハッシュタグのツイート数1000。はい これはどうかな ?1000 <千>か <laughs>。まあ僕ら2人で500いけば。確かに、セルフ <laughs>。1>, <laughs> 1回あたり10ツイートすれば、だからあれですね、1000ってことは、1回あたり20とかですから、結構頑張らないといけないですね、はい。これツイートの数って数えれましたっけいや、わかんないです。なんか、出てこなかった気がしますけど、大丈夫か <laughs>。<laughs> まあ大体1000ってことですね。わかりました。で各エピソード再生数は1000を目指したいなって、はい。 で、再生率は90%。<ー>今、大体いけてる気がしますね。あ、そうです。何すか。割と。えー、まあ、8とかですけど。はい、<laughs> <laughs> で、あとは味噌のプレゼント企画をやろうと。はい、あと、ライブ配信でストリーミング。いいっすね。いつかしたいなっていうのが。あの、視聴者のそのライブの、その時のコメントありきで放送を進めるってことですよね。まあまあ、そうですね。はい、まあ、コメントを読むかどうかは、 ちょっとわかんないですけど、僕らのやっぱライブ感もあるんで、コメント数にもよるかなと思いますけど、なるほど。僕らもね、いろいろ話さないといけないから、前回のお便りで全部時間使うっていうのもあるんで、視聴者と話してたらそれで全部終わっちゃうってこともあるかもしれないんで、その辺はちょっと温度感見ながら。わかりました。っていうのが、ポッドキャスト系の僕の今年の目標ですね。じゃあ、僕から、と哲学系の 話は結構いろいろ書いてますね。はい。これどんな感じで書いたんですかうん、これは大体僕が積んでる本を消化するって感じですね。なるほど。まあ、ホッファーの本はまだ買ってないですけど、それ以降の、うん、ええー、最後の診断とかヒュームとか、あとまあ、その、ベターネバートゥ・ハブ・ビーなんたらってやつとか、もう大体いろいろ本買ったんですけど、全然読んでなくてなんか本棚に入ってるやつらがあるんで、うん、それを、 消化しようかなっていうところですね。これいつ買ったんですかええー。いや、もう覚えてないですね。<laughs> ああ<ー>。なんかの、学生の時とか。うん。いや、そこまではいかないかな。でも、数年前。あ、そうなんですね。うんなんか、ノリで買ったやつとかもあるんで。はいはい、あの、はいはい、Better Never To Have Been, The Humb of Coming into Existence っていうのは、うん、あの、なんだっけ、名前忘れちゃいましたけど、反出生主義って言って、あの、 生まれてくるより生まれてこない方がいいんだっていうのが哲学としてあって<う>それを<う>まあ厳密に生まれてきた後の苦しさと生まれてこなかった場合のをなんかいろいろ比べたっていう哲学があって<ー>一時期僕いろいろ調べてたんですけどあんま日本でなんかその本がなくてじゃあそれならなんか現地買っちゃおうかなと思って英語なんですよこれ全部英語,英語 <laughs> <laughs> で英語なんで まあ、買ったはいいけど放置してるっていう。なので辞書片手に読まざるを得ないっていう。うわあこれ結構た。そうなんですよそうなんです、ね。これむちゃくちゃ重くて。<laughs> あでデイビッド・ベネタ、そうだそうだ。<laughs> デイビッド・ベネタっていう哲学者の本なんですけどね。この中やと、ソクラテスの弁明、はい、だけは僕も読みましたね。それは簡単ですね。簡単っていうか、まあ、あっさりと読める。うん、どうでしたいや、結構面白かった。<う>明快というか。はい すごい言ってることまともっていうかまともっていうのもあれですけど、はい、なんか分かりやすいなっていう、はい、確かに確かにって思いながら読んでましたけどなんでこれみんな理解せへんのやろう <laughs>、はい、<laughs> その何ですか弁明してる相手が、はい、結局なんか理解できなくて処刑されてしまったじゃないですか、はい、だからなんでやろうなって思いながら読んでました、はい、まあこれは今の我々もあると思うんですよね正しいこと言ってんのに 相手は理解しなないいみたいな結構そういうもどかしい時ってないですか、うん、まあある,あるかも。かも <laughs> うん。なんかそれがやっぱ古代ギリシャでもあったっていう感じなんですかね、うん。まあでもなんだろう僕が言ってて理解できないっていうのは、はい、まああると思うんですよね。僕が説明下手とか、はい、実績もないしとかもあったりとか、はい、あると思うんですけどかのソクラテスがこんなにちゃんとわかりやすく言ってんの、はい、なんで分からへんのやろっていうのは不思議です。 まあ、やっぱ僕も今読み進めてますけど、論理的にソクラテスがあってたとしても、はい、なんかそれみんな受け入れ,れないっていうのは、やっぱ感情的なとこがあったりして、なるほど。それをもう気持ち的に突っぱいちゃってるとこもあるんじゃないかなと思いますね。うん、なるほど。まあ、あと、歴史とかもあるんかもしれないですよね。歴史とははい。その、あ、要は、その背景というか、はい、その時代の、 考え方とか、はいはい、天動説の時代に地動説を読めたみたいな、<ー>そういう、何、はい、て言うんですかね、もう当たり前って思ってることにいきなりこう、石投げられたような感じになっているのかなとか、はいはい、今の時代からするとなんか、無知であることを知っておくのが大事みたいなのって、なんかまあ当たり前じゃないですけど、はいはい、まあそうはそうだよな、みたいな感じですけど、はい、その当時はなんかそんなことはなくて、っていう背景があったから受け入れなかっられなかった、まあそれは感情的な。 とところとかそれあると思いますね、まあうん、あと結局このソクラテスの弁明ってプラトンが後で書き直したものだと思うんでのはずなんで、はい、まあ実際ソクラテスが具体的にどんなこと言ってたかは分かんないし逆にその告発した人たちがどんなこと言ったかもよく分かんないんでもうプラトンが書いてる時点で結構ソクラテス寄りだと思うんですよね。<laughs> <laughs> 確かにもうバイアスがかかっちゃってるんで、まあ、それを真に受けるのをちょっと歴史的には怪しいっていうか。 確かに。かに確かに,確かに、はい。あと、やっぱよ、僕がもう、ソクラテスの弁明、最初読んだのは中学生くらいですけど、また読み直すと結構いいこと書いてますね。<laughs> これだよ、これみたいな。やっぱ、やっぱこれだよな、ソクラテスだよな、みたいな。<laughs> その、感心することがもう結構出てきて面白いですね。何で読んでるんですか僕、Kindle で読んでて、はい。あの、無料だったんですよ、アマゾンプライムの人は。ああ、僕もそれ聞いて買ったんですよね。はい、それで。ソクラテスの弁明。ただやって。はい 僕が教えたんですよね、<う>確か。そうです。<laughs> それで寝かしてたのを読んで、結構やっぱ Kindle 便利ですね。まあいつか話そうかな。結構メモとかできて、いね、はい。そう、僕がこれいいなと思ったらこうマークつけてみて。はいはい,はい。っていうのがまた、Kindle ね、僕はあまり合わなかったっていう話も、その n d l e 界でやりたいですよ。そうですね。えー、いつか話しましょうかでもまあ、そうですね、Kindle いいなって思うのは、やっぱあの、 読み上げ機能ですすねあそんんなのあるんですか Kindle っていうかあれは iPhone の機能かもしれないですけど<ー> iPhone の Kindle のページ出してる時に、はい、上から2本指でこう下にスワイプすると、はい、あの読み上げくんみたいなやつが出てくるんですよえ知らんかったでそれでなんか大体2倍速ぐらいまで読み上げてくれるんですけど、はい、それをまあなんか歩きながらとか流しながら 会社行ったりとかするとめっちゃ本読めます。そうですね確かに。うん。後でやってみよう。うん。うん、ぜひおすすめです。Kindle の読み上げ機能はマジでおすすめなんですけど、そこらですの弁明は読み上げやと何言ってるかさっぱり分からない。<laughs> 確かにちょっと余計なって <laughs> まあ余計なっていうか注釈 <laughs> みたいなのが挟まったりするんで。そう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 。なんかこ <laughs> 注釈読んでんのか今読んでんのかわからへんみたいになって。確かに。 ちょっと読みにくいんで、うん、まあなんかビジネス書とかなんかこうライトなやつはすごいいいですね。<ー>古典とかはやっぱなんかちゃんと腰据えて読まないと分かんないんじゃないかなって気がしますけど、ね。確かに。間違いないですね。これで言うと、まあ、これ読んだらまた僕も最後のシーン欄確か勝った気がしますね。いいっすね。マゴスさんにおすすめされて。はい、なんでこれ読んだらぜひまたその話を聞かせてほしいなって思います。はい。感じですかね。まあ時間なんで。 1>, 1時間20分なんで、はい、これはまた、ちょっとね、あの、これをベースにちょっと話したいことがあったんですけど、はい、あの要は、これ書いて、やっぱりこう、常に目につくようにしとくのがいいと思ってて、はい、忘れるじゃないですか、何やりたかったっけみたいな。で、こう1年後にこう見るのもいいんですけど、か定期的に見て、あ、これやったわとか、なんかもっとこれやりたくなったわとかっていうのをやりたいなと思ってるんですよね。だから、どうやって運用するかっていう。 はい、っていう話をしたいなって思ったんですよ。なるほど。こまあ多分常に目に入れてこういうことやりたいんだっていうことを考えながら行っていくだけでいいと思うんですけど別になんかこう細かくチェックするっていうよりかははい。なんかちょっとずつ目にする機会をどう作っていくかっていうのはやりたいなって思ってます。なるほど。っていうのと真心、はい、さんと同じやつもあったりするんで、はい、これ一緒にやろうよってそうですね。をやれるといいなって、はい、思いますね、はいえ。リスナーの皆さんとも そうですね。これは俺も一緒にできそうやみたいなので、はい、やられるといいんじゃないかなっていう気がします。なんでまあ今日は途中まででしたけどまた機会があればこれをまた話して今日話してない部分を話せるといいんじゃないかな。はい、うん、テーマに合わせてそういえばこういうの今年やりたいって言ってましたねみたいな話にしてもいいかもしれないし、はい、まあこれはちょっと公開してショーノートに載せておきますので。はい ちょっと見てもらって100のリストに活かしてもらえればなと思います。はい。こんな感じですかそうっすね。なんか言い残したことあります。えー、今回大丈夫です。は大丈夫ですか、はい、はい。じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。